バハカリフォルニアバハカリフォルニアはメキシコの地域名でカリフォルニア湾コロラド側より西の地域行政的には北半のバハカリフォルニア州と南半のバハカリフォルニアする州からなる東のソノラ州北のアメリカ合衆国カリフォルニア州と陸上で接するバハカリフォルニア州のことを単にバハカリフォルニアということもある逆にバハカリフォルニアを バハカリフォルニアする州を含めた意味で使うときは、バハカリフォルニア州を、バハカリフォルニアノルテ州と呼ぶことがある。面積の大部分を、バハカリフォルニア半島が占める。ただし、バハカリフォルニア州の州とメヒカリをはじめ、ティフアナ、エンセナーダなどの主要都市は、アメリカ国境に近い地域にあり、半島にはない。半島部分の主要都市としては、ラパスがある。本来、カリフォルニアとは、 島と思われたカリフォルニア半島に名付けられた透明だった。その後、より広い地域を呼ぶようになり、本来のカリフォルニアを含む南半はバハカリフォルニアと呼ばれるようになった。バハは下の意味で地名に使う場合は地図で下、つまり南を意味する。それに対しカリフォルニアの北半はアルタカリフォルニアと呼ばれた。アルタは上、つまり 来たという意味である。アルタカリフォルニアは1848年に米北戦争によりアメリカに割上され、1850年にカリフォルニア州となった。1968年以降、オフロードカーレースのバッハ戦がバッハカリフォルニアを縦断するエンセナーダ・ラパス間で開かれることでも知られる。ありがとうございます。